ま。ハートソングス。こんばんは、前田敦子です。先週の金曜日、テレビ東京でオンエアされた住んでいる人が見たい世界の超絶景ハウス、皆さん見てくれましたか？でもこれ地方なんだろう、東京あんま放送されてないんですよね、いろんなところでね。まあでもこれ聞いてる人は大丈夫か。ラジオネームあゆさんからのメッセージです。あっちゃんこんばんは。こんばんは。突然ですが相談です。今年の10月から飛行機に乗る機会が増えるのですが、私は飛行機がとても苦手です。空を飛んでいることが恐怖で、乗り慣れていないのもあると思うんですけど、行くのは全部国内なので長い時間ではありませんが、何か飛行機に乗るのが苦じゃなくなるいい案はないでしょうか。もしくはあっちゃんはいつも飛行機の中でどう過ごしてますか、教えてください。飛行機に関して私めちゃくちゃ乗ってると思うんですよね。そうだな、私はすごい飛行機の時間が好きなんですよ。今 Wi-Fi も飛んでるし、海外のはまだあんま少ないのかな、国内の方が多いですね。だから国内線の海外便とかだったら Wi-Fi がついたりするんで、ニューヨークの時とかも1日フリーのやつ買ってずっと普通に連絡取れるし、みんなとインターネットできるし、なんか一人の時間が私すごい好きなので、飛行機の時間は全然苦じゃない。この間もだから、やっぱ一番長くてやっぱニューヨークかな、だと十何時間とか乗るので、でもほぼ寝てるかも、私寝ないで行くんですよ。で時差ボケ対策のために飛行機の中で寝て調節するとかっていうのをやるので、何がいいかな。国内だったら1時間2時間だから映画1本も見れないですからね。好きな音楽聴いたりするだけでもいいんじゃないですか。全然、全然怖くないですよ。苦手なのか、なんだろう、耳抜きができないとか。何がいいかな。私はすごく好きだから、じゃあ私がすごく好きって言ってるっていう感じで乗ってみてください。適当。そういえばあっちゃんは好きって言ってたなみたいな感じで乗ってみてください。何のアドバイスだよって感じですよね。でも自分がやりたいことをやるっていうのではすごく集中できる時間かな、飛行機、私にとってはと思いますよ。どうでしょうか。さて今週の選曲テーマですが、先輩方の曲をオンエアしていこうかなって思います。ざっくりですけどタイトル、今日お送りするのはですね、レイ・パーカー・ジュニアのゴーストバスターズです。ゴーストバスターズね、今公開してますもんね、女性チームの。私は見てないんですけど、まだ見た友達はすごい楽に見れてすごい楽しかったよって言ってます。映画ね、ちょこちょこ見に行ってますけどね、それを見れてないな。それでは聞いてください。また明日。前田敦子でした。